はい、皆さん、ゲームイズライブプロのロイです。はい、皆さん、こんにちは、シロです。というわけで、ツタンカーメンがね、やっと実装されましたので、早速僕から弾いていこうかなと思います。100連します。いや、動いてますね、今回も。ほんとだ、いや、これ欲しいね。これ欲しい。欲しい。新、もう22で。22っすね、理想。だね。おー、早い。あと、まあ、免罪店も。はい。あ、そう、劇中なんですよね。劇中だからね。そう、俺渡しに行ったんだから。これ思った。あ、全然、全然あるね。全然ある。半年ぶりっすよ、劇中。役。渡すみ以降。あ、そうか。いや、渡すみはね、もう結構、もう僕も持ってるんですよね。てか、ここで便座キャッチしたいっすね。したい。でも、本当にしたい。これでも、ツタンカーメンが弾けないってことないよね。100で。わかんない、100。いや、俺100。よしない。ゼロっすから。渡すみで。ゼロっすからね。そんなこともあったな。本当に。あなた引退すっかも、次。ランマル。うん、おー、竹見和ちゃん、魔王あたりですね。はい、まあ、劇中審査らしい感じか。星5は出てる。俺も信じないんで、この祭りは。本当に。いやー、ツタンカーメン欲しいよ。欲しいね。うん。確実に、最初の月で1体欲しいやつ。うん。これ、ずるずる引きずったら、やっぱダメだよ。え、それ、マジで使いたい。ブラグマー、オズ。うん。いい感じですね。ツタンカーメンはちょっと怖しそうっすよね。うん。ギャリギャリ、てかもうチップ層の時点でやっぱ欲しいですもんね、うん、普通にね使って結構楽しい系になるし、ザコ処理単体文句なし。いやー、これ9月に持ち越したくないな。そうですね。あ、さすがに。あ、夫婦輪頼む。ここ大事、すごい大事。いや、ほんとね、星棚のねありがたみをね感じますよね。で、限定も増えたからね。うん。いや、でもこれ、うん、はいはいはい、悪くです。キャッチとしては悪くないんですけどね、うん、重なる分には、まあもう出るもう、ね、でも今日さ、弁財天アップしてるんですか。いや、今日なんか何も、今日ってなんかピックアップされてたかな。あ、されてるかな。されてる。で、ワルプルと渡すみだ、うん、あ、そうなんだ、うん、じゃあ弁財天はじゃあ確率の壁超えてこないとってところか。大会の状況なんか、あれっすよね、あと、うん、利休っすよね。あ、利休だ、利休欲しい、普通に。初系でなんか持ってないので欲しいのは利休やりましたっけ、ピロさん。いや、なんかあんまいないイメージですよね。いない。探せばいるんだ。いない、うん、でも利休もまあガドが出たからパラドックスの方がいいですけどね。水でね、と思えばで、うん、今でシュトゥーカ入れてるからね、水んで。うん、シュトゥーカね。大丈夫これ、もう半分大丈夫か。いや、これ前回の大丈夫です、もう慣れましたね。マジ。もうね、いや、あのね、準備すればするほど弾けないんですよ、マジで、はい、今回だってさ、いつも300何個だけどさ、今回500個、はい、いつもの感じで30連とかあったら弾けたかなって。今回3万入れてきたのに。あ、そうか、もともとあるやつって、うん、俺もだって覇者終わらせたからね。いや、しかも今回多分そう、え、2体目竹井和地10動けたじゃないですか。あ、あれっす、あれっすか、いつもアキレスだと思うんだよな。ムカつく方がどっちかが。いや、マジで、え、いや、1体もってことはやめてほしい。本当に本当に1は欲しいっす。1は絶対欲しいよ。てか、進化神かなんだよね、相変わらずね、うん、ほんとね、なんかね、限定は結局ね6周年で分岐中進化しねえかな、なんかね。発爆死？いや、2、3回目かな。シングル挟むか、全部使い切っちゃおう。うわ、めっちゃ動いてる。ツタンカーメンかっこいいんだよね。かっこいい、掴んだ、うん、掴めたーめんって言うじゃん。いや、わかる、でもそれは引けない、やる？劇中っすから。モンストっすから。俺今回100連爆死したら引退してコトダマンやるから。そう、爆死したら。てか、コトダマンもうすでにモンストクラブ約束されてるからね。あっちの方で。あ、そうなんだ。うん、10月かな、うん。いや、思い切りましたよね。うん、後半もすでにあっちの方で見えたけど、ね、うん、さらにいいゲームになるだろうね。モンストとかエクスプラスさんの方がなんかね、
好きな感じでメリットしかないでしょ、子供からしたら。すごいよな、多ゲームがね、珍しい、珍しいよね、相当なんか聞かないっていうか、コタンは結構そのなんか最先端 の, そのゲームのアプリの中でもなんか最先端のルート行ってるじゃないですか、うん、そのユーザーさんとの距離が近いとかあるんで、うん、あれでその XR さんとのなんかね、なんかあの繋がりを持つっていうのはなんかまた新しい思い切った一歩だけど、うん、最前提な気がしますよね。まあ、マルチもね、うん、ノーストやばいし、そのね、ノウハウとかやばいよね、やばいでしょうね。モンスターとかエクスランが持って技術ってもう相当ですからね、どの会社も欲しがるですよね、多分ね。やばいっすよ、言葉ルートっすよどういう…言葉始めますよ、これどういう…でも、俺久しぶりに立ち上げたら前のデータあったっす。あ、じゃあ、うん、え、全然なんか今後もしかしたらね、あるかも、自分も確かに。ウィンドウブログの満腹とか、普通に一時期なんか結構ガチってたんですよ、うん、うん、そうだよね、うん、やってたもんね。なんかモンスリー発音曲的なやつがね、むちゃくちゃ早かったっす作るの、ほんと、ハイ課金しなんで自分も、確かにな、モンスト次第では、絡み次第ではちょっとやってみたいけどね。課金いらないゲームに課金しなからね課金全然いらなかったのに。え、いやこれ聞けないのある？2種類ありますよ。はい、 0.6 っすかね。ちょっと見てみようか、最後。あ、0.6 0.6 か。4体持ちのつもりで今日出社したけど隠れてあワトソン、ワトソン、ワトソンって言うの、神引きじゃねえこれ、ワトソンだよってワトソン完全にはあの忘れてたこいつ、そっかそっか、ハーメル完全で触れる必要ないっすね。ワトソン嬉しい、ワルボル来てこれは神引きっすね。ワルボル2体…あ、じゃあワトソン2体目っすか。ワトソン2体目だし、免罪店も2体目だし、うん、これは最高、これいい順位でしたね。で、これで3回目引いて、最後も3回目5体、ね、うん最後も3回目5体引いて4体ぐらいなのに5体引いてるから。ワトソンでかいな、うん、2体どこなんですかね。まあでも2体、うん、2体でワトソン自体は組むことはないだろうけど、そうですね、進化前に取っとこうかな。やはりナエタとかやらないときにね、ラスト、まあでも新限定ってこんなもんなのかな。マジ？うそ。まあ31万までは覚悟した方がいいです。とりあえず一体もないってことある？いや、まあ、なんかまひりますよね。まひるまひる、確かに。でも100レジ出ないと思ってますもん、本当に。って思ったらなんかね、ポンと30レジ。うわでも、いつぶりっすか初回で100連すんの。いや、多分あの、ま、ソロモンぶりだと思うよ。そうっすよね。うん、とりあえず、塩さん変わります。はいはい、塩さんです。一応100連用意してるんですけど、うんうんうん、これプラスもう100連分あるんで、何出なかったらもう100連します。ただちょっと、僕ダッキの日に聞きたいんですよ、うんうんうん、なんで、これで3回目出なかったとしても、わたつみが出たらダッキの日に聞きます。うん、うん、ダッキーの日はいつなんだけど、わかんない、振っても3日間あるよね。あ、そうだよね、はい、明日か明後日か。まあ明日だったらちょっと動画になっちゃうけどまあ明日聞いた方が多いかもしれないですね。あのオーブのあれもあるし。あ、そっかそっかそっか、うん、オーブもらえるんでしたっけ。あとね、ローレが欲しいですね。あ、もうもうわたつみじゃないもんもうわたつみじゃない神引きだっけよね、これ神引きですね。ただなんか何とも言えないけど、まあ、ケイ以外はちょっとあれかもしれない、うん、今ケイもいっぱい持ってるからね。で、欲しいのが死の初ゲットと、あとローレライがやっぱ欲しいですね、うん、ローレライがちょっとリーチなんで。死の欲しいよね。死の欲しいですね。おお、あ、そっか、ナイチに出るか。ナイチ高くないんですよね。これ確率の壁超えてますね。ナイチに出るわ。そう、ナイチに出ますね。ダッキーがやっぱあと5体なんで、普通にダッキーが欲しいですね。あと5体か。でもダッキーまた重ねたいね。まあそうですね、まあでも運極になるならなったで嬉しいんで、うん、ダッキーは欲しいですね。ナイチンいくつぐらいなの。ナイチン超低いです、20とか。あ、そうですね。そうなんだ。劇中引いてないんですよね、意外と。そのミロクの時にぶっぱしただけで、うん、しょっぱらハトリダウンズの話で本当に渡辺君、これからだよ。なんだかんだもうこれ結構いってますからね40年目とかだからね、もうダウンズの渋いのかな。いや、いつも渋いっすよ
限定は。ああ、弁財天。高くないですね、この。お、そう、嬉しいですね。これ二体目。あ、二体目は全然。二体目なんで。あ、これ嬉しい。うん。え、でも引き年にはすげえいい。むっちゃいいね。むっちゃいいよね。むっちゃいいね。まあ来月の分、先月の分取り返さないといけないんで、すいませんけど、三冠面今日もう受け止めするつもりで引いてるんで。さっきからなんかこの星玉で水のなんか楽高いです。水の、あ、マジ？斜め超高い。水だからそうか。だからなんか水の古い系キャラだったら全部楽上がると思っていいですね。うん、あとまあなんか持ってないやつ普通に引きたいんで、うん、持ってないの欲しい。なんか今回のあれも出る、そうね、さっきワトソン出たからね。あ、そうですね、出るみたいです。あれワトソンしか持ってないんで、もし出てくれるなら出てくれるらしいですけど、でも止まれたら3回目がいいよね。そりゃそうだ。はい、半分過ぎましたけども、その後言ってる間に。でもなんか止まる可能性も意外にあるのか、他のでも。そう、地味にあります。ただまあ結構持ってるんで、やっぱ止まったら3回目の確率がやっぱ高いかなと思いますけど。止まれ、止まったらもう3回目だから。メガルちゃん可愛い。止まりも割と高かった気がするけど、いや、先にツタンカーメンはほんと熱い。2枚。いや、1体がでかいよ。これ行くわ。あと、ワタツミ普通に2体目いてもいいんで、うん、まあ、現状使わないとしてもいつかハマるじゃないですか。あ、普通にね、うん、今も、うん、あれだし、持っといて全然。今、神化だけなんですよね。で、神化が使いたい。神化の方が使ってる気がする。そうですね、うん、進化よりも。進化は、なんかの時に進化は使えるかもみたいになってたんだよね。あの、モラメかなんかかな。モラメって聞いたっけ。今回結局ジパングでもね、うん、なんだったし。そう、結局使わない、うん、まあ神化使おうと思えば使えるかもしれない、ね、神化は使えるね、多分ね。まあ多分、半身の埋水の人が邪魔でしかないけどね。はい、もう一体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 、うん、なんか甘くなさそうですね。甘くないね。もう一体引けて、いやでもとりあえず進化には欲しいもんな。欲しいねー、進化は欲しいね。まあ、最悪神化はちょっとまだいいとしても、で劇中多分もう今年引かないから、これでツタンカーメン引き切れば、あ、3号多分、うん、ツタンカーメンか、まあ、だからツタンカーメン、ツタンカーメンかしろ。あとチロロールや、ツタンカーメン。あー、いたわ、完全に忘れてた。魅力、魅力分のこと完全に忘れたけど、魅力出るわ。これね、魅力出るのが一番うざいですよ。ほんと魅力極まってんだっけ。極まってないです。だって1体目に10何万かかってますからね。魅力も、魅力は1体目その10万ぐらいだから、今のピロさんのノリで引いてたら10万いってた、うん、おーおー、おーおーおおすげーわかる。おーおーってなる感じが。アラミスビリー、すげーわかる。アラミスビリーです。はい、ワトソン出るね。出ますね、うん、出ますね。てかこれ出ますね。別に出る必要ないんですけどね。いや、これちょっと撤退します、今年、今月。え、1体で1体持ちできます、今年。はい、なんか別に1体持ってれば。じゃあ僕すいません、ちょっと追い行きます、今から。あ、追い行きます、追い行きます、今から。珍しい。いや、一体欲しい、やっぱ。もうベンザ叶えましたもんね。うん、なんでちょっとじゃあ、はい、結局いきます。はいはい、本当にちょっと僕もちょっと一旦とりあえずで、多分今回ね、動画にするのもこれにしかちょっと動画多分できないと思うんで、うね、ちょっと引けるだけね、もう最後これ350でいきます。あ、そっか、そっか、そっか、ちょっとお休みいただいてるんで。いや、一体欲しいわ、止まってくれれば。止まってくれれば、俺に来い。そいつ純烈に高かったりはしないからね。そうですよね、うん、マジサザエてめえ。いやー、一体欲しいんだけどな。使いたいよ、ジップソーは。一体持ってるのさ、フレンドで枠じゃないですか。そうそうそう、あー、トリトンは2体目なんで、まあ、ハーレーいいなー。俺ハーレー高いんですよ、ね、ハーレー自分も高いからハーレーは嬉しい、うん、あ、結構いってましたよね。そう、結構いってる、そうだ、地味に。ハーレー結構いってましたよね。宝箱持ってくるぐらいには高いから、うん、ハーレーは普通に嬉しいね。俺もね、60ぐらいですよね。ハーレーの曲でかいよね。ハーレーの曲は全然超、もう主任枠になる、相当いいよね。
そうじゃないんだよね。違う方言われてた。三十秒じゃない。三十秒じゃない。やばいね。確かにこれ呪いだぞ。呪われてる。俺呪いだぞ。本当。よしきだったら多分この場で、うん、あのこれもしかしてあの LINE 登録した人参加名下げられてんじゃないですかって言いそうじゃないですか。確かに登録したもん。下げられてねえよって切るんです俺ら。なんかあのこれ俺魅力の時とかモーゼの時に感じた、うん、あのこのガチャリトラからのオーラがあるんですけど、うん、こいつ様覇王色なんですけど、マジそのオーラをちょっと感じます。何覇王色10万個です。あのあ出ねえぞみたいな、なんか何回押しても出ないかのある時ってあるじゃないですか。ある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 。俺そのなんか感じをなんか最近感じ始めてきて、マジモーゼと魅力の時に呪い怖っ。あるんすよ。でも今までピロさんハマったのゴンぐらいじゃないですか。ゴンとか、まあでも弁財天も言ったハマってるから、ね、あ、そっか、弁財天もそっか。これはもうやばい、やばいわ、星のお尻さん、もうそれはもう呪いでしょ、マジで。マジで切り替えた方がいいと思うんですよ。とりあえず LINE ブロックしましょう。LINE ブロックして、LINE1回ちょっとブロックするから、 LINE1 回ブロックした方がいいと思う。つないでマジでブロックした方がいいよ俺。はい、はい、一旦だ他のところはねもしかしたらこれ、はい、モザイクかかってるかもしれないですけど、うん、こう塗るだけ、もう一旦削除して、はい、ラスト20連僕目は遅いです。うわマジ、でも消しましたからね。消した、うん、本当にもうそれか。いやマジ呪い説あるな、うん、他の実況さんとか多分出てるよこれ。携帯の中で運極になってるのが欲しいですね。運極になってた。うわぁマジか。ラストラスト、170?180 とかする。180だね。180はさすがに出ていい。170かな。170は出ていいって言った。うわぁ1体か、じゃあ、ね、で合計で2人は270連1体ですね。渋くね。まあでもだんだん俺0.2やば、0.2か0.3のやつ3枚ぐらい引きますからね。魅力と か, だかこのノリでもう1セットとか取ったら俺の魅力っす。十何万とかあった気がする。うわー欲しかった。いやえ、これ来月持ち越すんですか。いや多分自分も今回多分動画外でちょっと多分引くことになると思うけど、マジでもこんなには多分引かないと思うから、うん、今月はもうマジか。はい。というわけでマジか。でも僕は出なかった。シロさん一体トータル一体ですよね。トータル一体やべえね。トータル一体か。やり込め、久々になんかやり込められた感あるのガチャで。確かに間違いない。やり込められた感あるよ な, るよな。ねじ伏せられました、うん、圧倒的な呪いで、まあ、というわけなんで、はい、これがこういう風にね、まあ、ピックアップあって13日のね午前中までなんで、やっぱり皆さんもね。おい、魅力ピックアップねえじゃねえかよ。何だよ。ダッキーもねえし。確かに。あ、てか、ダッキーなかったのね。うん。それはおかしいね、確かにね、うん。それピックアップしてもいいのにね。まあ、いらねえかも。なんなら、ほんとだ。あ、まあ、小町は。まあ、そうだね。マルプル、ちょっと小町とかがいるとそっちになっちゃうから、しょうがないか。増えてきたから。うん、てか3回目マジかっこいいね、ここで見てめっちゃかっこいい、うん、てか男が唯一じゃん、うん、唯一ほんとそれだ、うん、はい、今わけなんで引けました、いませんでした。
日曜のねオーブのあれ見て弾きますとか、ちょっとあそっか一応あれあるから ね、オーブもらえます、ね、オーブのもらえるの見て弾きますとか、うん、いろいろもあると思いますんで、はい、あと何十連で出ました、これぐらいで出ましたとか、呪いでした、呪いありましたとか、ぜひよろしくお願いします。いやまあでも確かにこれは呪いかもしれないですね。ただチャンネル登録よろしくお願いします。今回もゲームインザデジョー1からお会いしました。ライブロンドンにしよう。違いでした。はい。小さい頃は神様がいて、不思議に夢を叶えてくれた。